桜の季節の駅構内の都鹿島駅は石川県放水郡長水町祖福にある野戸鉄道七尾線の駅である。愛称は野戸桜駅。ホーム沿いにはソメイヨシノが植えられており、春の桜のシーズンの際はホームが桜の花に包まれることから付けられている。1999年の第一回中部の駅百選に選ばれた。所在地の鹿島と祖福。 鹿島地区に鎮座している鹿島神社が由来。駅は鹿島地区、祖父区地区の住民の意向で、両地区の境付近に設置されることとなったが、近隣に鹿島神社があり、鹿島の知名度が高かったことから鹿島が駅名に採用された。この時すでに鹿島駅が存在していたため、旧国名の能登を付加して能登鹿島駅とした。開業にあたり、 駅名を鹿島にする代わりに場所を祖父区側に設置して祖父区地区の住民に配慮したという経緯がある相対式ホーム2面2線を用いる車交換が可能な地上駅である上りホーム側に駅舎があり下りホームへは穴水よりの構内踏切で連絡している終日無人駅であり駅舎も待合室程度の機能のみで自動券売機も設置されていない 案内状の乗り場番号は設定されていない。駅舎そば、国道249号沿いにある、のと鹿島バス停より、北鉄奥のとバス、穴水駅方面行き、祖父区行きに乗り換え可能。のと鉄道七尾先生岸駅のと島し駅、穴水駅、ドラマロケ地2016年9月23日から11月11日まで、NHK 総合、ドラマ10枠にて放送された。 テレビドラマ、運命に似た恋のロケ地として使用された。また、駅前広場には、当ドラマ主演の原田智代、斉藤匠の手により記念植樹された染メ吉野の桜の木が植えられていたが、2020年8月に実施された駅の敷地内すべての桜の木を対象とした樹木医による診断と管理指導により、日陰で育成がうまくいっておらず、同年11月以降に、 日当たりの良いホーム側へ移植されることになり、その後ホーム上にある花壇の一角に移された。ドラマ放送終了後の現在も、駅構内には、当ドラマのポスターが掲示されている。宮本明の1987年の短編、駅にこの駅が出てくる。桜開花心町、ボンボリゼッチやナミズ、桜駅。北陸新幹線で行こう北陸、新越観光ナビ。 https://www.hokurikushinkansen-navi.jp/.pc/.news/.article.php i d ニュース0 0 0 0 2 3 6 2 7 2 0 2 0年6月21日、閲覧。のと桜駅、のと鹿島駅に駐車場完成、ライビダーブログ。 blog.livedoor.jp2020、e、年10月14日閲覧森見、登る彦の小説恋文の技術では主人公の森田が近くの研究所に勤めている設定でこの神社をその森の様子からおっぱい神社と呼んでいる野戸桜駅樹木医による診断ライビラーブログブログ .livedoor.jp 2020年10月14日閲覧、ありがとうございます。